海上自衛隊は2024年1月24日、アメリカ海軍が主催して年に1回開催されている、固定翼哨戒機による多国間共同対戦訓練シードラゴン2024に参加していた海上自衛隊の P-1 哨戒機を運用する。対戦哨戒部隊が対戦哨戒任務の技量において最終部隊となり、2年連続で第1位となる快挙を達成したことを発表したよ。多国間共同対戦訓練シードラゴンとは、固定翼対戦哨戒機部隊によって実施される多国間における共同訓練として、アメリカ海軍が主催して年1回グアムのアンダーセン基地を拠点として開催されていて、アジア太平洋地域の西側同盟国の海軍及び空軍の固定翼機対戦哨戒部隊が集まり、主に対戦水艦船アンティサブマラインウォーフェア ASW の訓練などを実施するものだな。今回はそんな多国間共同対戦訓練で海上自衛隊の哨戒機部隊が1位の座を2年連続で獲得した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この ASW 訓練ではアメリカ海軍の原子力潜水艦が模擬目標とされて、その探知から追跡を行って攻撃するまでの対処について、各国の哨戒機部隊がそれぞれ270時間以上の飛行時間を費やして訓練演習が実施されるというよ。ASW 訓練の具体的な内容としては、対戦哨戒機が上空から投下したその部位を用いて目標潜水艦を探知した後、追跡しつつ解析を行いながら最終的には爆雷や爆弾あるいはミサイルなどで攻撃するというシナリオとなっていて、それらの戦技を競技としてポイント化し、総合的に評価した上で訓練期間を通して最高得点を獲得した国の哨戒部隊が最優秀部隊として表彰され、チャンピオンの証としてチームにドラゴンベルトが授与されるんだ。またシードラゴンでは、こうした ASW を実践する訓練演習の他に、座学にも時間が割かれて実施されていて、参加各国のパイロットや飛行士たちが、それぞれの所属部隊における ASW 実施計画や、運用している固定翼機の性能やその部位などの装備の性能を披露し合いながら、実際の運用や戦術についてのディスカッションなども実施されるよ。参加する各国の哨戒機部隊は、ただ競技として競い合うだけでなく、同じ任務に就く対戦哨戒部隊同士の間において友好を深めることも目的とされていて、訓練時間以外の自由時間においても各国のクルーたちは積極的に他国のクルーとの間で対戦哨戒や偵察業務についての情報交換を行っており、そのことが友好を深めつつ技量向上にも役立つとしているな。今回実施されたシードラゴン2004はこれまで通りにアメリカ海軍が主催して、イギリス、フランス、カナダ、インド、韓国、そして日本の7カ国が参加して対戦哨戒の技量を競い合い、2024年1月8日24日にかけて実施され、昨年のシードラゴン2023参加して第1位を獲得した。海上自衛隊鹿屋基地所属の第1航空隊第11飛行隊に続いて、厚木基地所属の第3航空隊第31飛行隊が参加して2年連続の第1位を獲得したよ。厚木基地からは訓練のために P-1 哨戒機1機と約40人の人員を派遣していて、今回の優勝に伴って同航空隊には最優秀哨戒部隊として、ドラゴンベルトと呼ばれるチャンピオンベルトが授与されたんだ。固定翼哨戒機として2連覇を達成した海上自衛隊が運用する P-1 哨戒機は、後に装備施設本部とともに防衛装備庁として統合された。当時の防衛省技術研究本部と川崎重工業とによる共同開発で誕生したターボファンエンジン4発の固定翼対戦哨戒機で、海上自衛隊が長期にわたって運用していたターボロップ式の P-3C 哨戒機の後継機として開発され、2013年3月に運用が開始されて以降、2021年までに42機が配備されていて、最終的には70機を海上自衛隊が調達する予定になっているみたい。P-1 哨戒機の機体は総合的には川崎重工業主体が開発製造しているが、各部分においては三菱重工業が中道と護道を担当し、主翼と垂直尾翼はスバルが担当しているほか、その他の一部を日本飛行機が担当するなど、自衛隊の防衛装備品製造に関する企業が共同開発した形になっているぜ。
4機のエンジンには IHI が開発して製造しているターボファンエンジン XF70 が採用され、アビオニクスにおいては操縦系統と各種センサー類や精密電子機器との間における互いの干渉を避けるために、光ファイバーを使用したフライバイライト FBL 方式が採用されたな。この FBL の採用は実用機としては世界で初の試みであり、このことによって機内配線の軽量化や消費電力の低減も図られたらしい。自動操縦オートパイロットにおいても、それまでの P3C 哨戒機では高度を維持する程度の機能しかなかったことから大きく進化していて、旅客機並みの自動操縦に加えてトリム操作や当て舵の自動化など、長時間巡航することが多い哨戒機に適した操縦アシスト機能が備えられているね。また、対潜哨戒に必要なシステムにおいては搭載されているレーダーを東芝が担当、音響処理装置が NEC、管制装置がシンフォニアテクノロジー、事故防御装置を三菱電機が担当しており、その他にも機内の空調装置が島津製作所、飛脚組み立ては住友精密工業が担当するなど分業されていて、全体的に国内の防衛装備品関連企業の総力を結集した形で開発された純国産の固定翼対潜哨戒機ってわけ、P1 哨戒機に搭載されている対潜哨戒用その部位は、胴体下部にある飛脚格納部分の後ろ側に38個が装填されているが、その投下用その部位の格納部分には機体内部からの再装填が可能で、そのうちの一部はロータリー式ランチャーによる自動装填となっており、機内に搭載されている96個のその部位を簡単に即座に投下することが可能となっており、その部位装填時の乗員の負担が大幅に軽減されているのが特徴の一つとされているよ。探知した潜水艦を攻撃する際に使用される兵装には、空対艦ミサイル91式空対艦誘導弾及び AGM-84 ハープーンのなどを搭載でき、防空用の空対地ミサイルの AGM-65 マーベリックなども主翼下にある8箇所のハードポイントに搭載可能であるほか、機種下部には爆弾クラがあって対戦爆弾や単魚雷などを最大9トンまで搭載可能になっているなど強力な攻撃能力も持っているんだ。また、長時間に及ぶことが多い対戦哨戒任務における乗員の疲労を軽減するため、機内には乗員のための休憩スペースやトイレを備えたギャレー区画が確保されていて、P3C などでは搭載されている精密機械に電磁波が影響を与えるとして、搭載されていなかった電子レンジが装備されており、乗員が温かい弁当などの食事や飲み物を取ることが可能となっているらしい。ただし、海上自衛隊では食事や休憩は乗員の自席で取る習慣があるため、普段の任務において休憩スペースが利用されることはないというぜ。さらに P1 哨戒機では、対潜哨戒任務の他に災害救助派遣任務にも運用することができる設備や装備が搭載されていて、災害時の急患搬送などに対応できるように、機種近くにある広いスペースに急患用のストレッチャーを固定できるように設計されており、そこでは同乗した医師など医療従事者が活動する空間が確保され医療行為が可能となっているなど、多目的に使用することも想定されているな。そして、量産が始まって間もない P1 哨戒機ではあるが、近年他国特に中国の潜水艦の性能が高まり、静粛性などが大きく向上しているとされていることから、情報融合能力を有した戦闘指揮システムにレーダーや光学及び音響センサーの信号処理技術の研究開発が進められていて、常に対潜哨戒能力の向上が図られているみたいだね。防衛装備移転三原則の策定によって、優秀な P1 哨戒機を海外に輸出しようとする動きが以前から見られていて、P3C などを導入していて後継機種を探している国を中心に売り込みが実施され、官民共同で海外の航空ショーや見本市などに出展しているが、これまでのところはアメリカの P8 との競合に負け続けており、このシードラゴンでの2年連続最優秀という実績がどれほど貢献するかが注目されているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。